どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、前回アップした60センチ生化石レイアウト水槽のことは覚えていますでしょうか？まだ見ていない方は概要欄の再生リストから見てやってください。もともとショートヘアグラスが生い茂る草原のような水槽だったのが、とある水草がとんでもなく成長してコンセプトが崩壊してしまった水槽なんですが、今回とある問題を解決しようとしたらさらなる問題が発生したのでお話していきます。それではいつものさらっとおさらいから。形状任せのガチャ石のみで立ち上げた結果、親石不在で無理やり石同士を積み重ねて完成したこの水槽、思ってたレイアウトにはなりませんでしたが、まあ許せるレベルでした。とりあえず山岳ではない親石と福石的な感じで生化石レイアウトをしたかったので、そこそこ満足していたんですけど、使いたい水草があったため無理やり植栽することにしました。その水草はエリオカウロンソーシャルフェザーダスターという細長い紙のような水草で、このレイアウトには完全に打足だったと言っても過言ではありません。ソイルの傾斜をつけていたため、ソーシャルフェザーダスターが水面に到達するのも早く、周りのショートヘアグラスの上に影を作っています。立ち上げてしばらくするとソーシャルフェザーダスターを遮るものが全くなかったおかげか、ぐんぐん成長し、最終的には水槽の後ろ半分すべてを影で覆い尽くすレベルになってしまいました。前回はそこで終了していたので、今回はそのマックスまでソーシャルフェザーダスターが育った状態から始めていきます。今までの動画ではそこまでフォーカスしていなかったんですが、地味にこの水槽も苔がひどいんですよね。一度ヤマトヌマエビを入れて対策をしたんですが、結局すぐに苔が再発して水草たちを覆い尽くしています。正直この水槽にはそこまで大量の生態を入れているわけでもないので、生態が理由の苔ではないように思います。考えられるのは低床に ADA パワーサンドとアマゾニアを使ったことでしょうか。というかそれが原因でしょうね。おまけにソーシャルフェザーダスターは根を地下深くまでぐんぐん伸ばしているため、豊富な低床の栄養を糧にここまで成長したものと思われます。結局低床にいろいろ入れた結果、ソーシャルフェザーダスターは荒ぶるわ苔は生えるわで、当初のコンセプトとは真逆の方向に突っ走っていたわけです。また低床の栄養が豊富だったことに加えて、大量の生化石を水槽内に入れていることによって高度が上昇し、苔が生えやすくなったのも原因の一つと考えられます。生化石は ADA の硫黄石同様、水槽内の高度を結構上げるので扱いが難しいんですよね。基本的にこういう白っぽい石は高度を上げるイメージがあり、水槽内をきれいに維持するにはコツがいる難易度高めなレイアウト素材となっています。ただこういう高度を上げるレイアウト石って総じてかっこいいやつが多いんで、どうしても使いたくなっちゃうんです。まあ別に水槽が苔にまみれたところで人に迷惑かけてるわけではないので、今後も自分の好きなようにレイアウトし、高度を上げる石もどんどん使っていく所存です。そんな感じでヤマトヌマエビを動員して綺麗にしてもすぐに元通りの苔まみれになってしまうこの水槽なんですが、今回も懲りずにヤマトヌマエビを入れていきます。最初に入れたヤマトは他の水槽に出張してもらっていたので、ここには数匹しか入ってなかったんです。ずっとそのまま入れていたら苔まみれの状態もちょっとは違ったかもしれません。前回はそこまで大量にヤマトは入れていなかったんですが、今回は気合を入れてこんなに入れていきます。ちょっと数は忘れたんですが、30から50匹くらいはいるのではないでしょうか。正直この数になってくると自分でもちょっとゾワッとします。別にヤマトヌマエビのことは怖いとは思わないんですが、このレベルのデカさのエビがうじゃうじゃいると苦手な人は厳しい光景かもしれません。というわけで導入直後なんですが、早速苔を取ってくれています。
なんかパキスタンローチがちょっかいかけてますが、まあ大丈夫でしょう。なかなかにしぶといコケたちなので、この大量のヤマトヌマエビが駆逐してくれることを祈ります。ご覧のように結構すぐに仕事してくれてます。どうしてもこういう水草にびっしりまとわりついてる系のコケはヤマトに頑張ってもらわないとどうしようもないんですよね。人間の手では絶対に取れないですし、かといって薬で消そうにも水草ごと道連れになる未来しか見えないですし、やっぱヤマトでしょってなります。自分は基本的にヤマトヌマエビには全幅の信頼を置いているので、とりあえず困ったらある程度の数入れておけばなんとかしてくれるだろうと思ってます。ちなみに今までヤマト以外の小さなエビたちはコケ取り能力ほとんどないと過小評価していたんですが、最近動画でもアップしたようにチェリーシュリンプ系のエビがコケをきれいにしてくれたおかげで、他のエビに対してもある程度信頼を置けるようになりました。まあ環境次第というところもあるので、最終的にはヤマトになるんですけどね。そして今回は気合を入れているということもあって、ヤマトヌマエビ大量投入にプラスして数日間遮光も行いました。遮光といっても以前のように周りを段ボールでガッチガチに囲んで、周囲の光も全部シャットアウトするわけではなく、水槽用のライトをつけなかっただけなんですけどね。というわけで、そんな大量ヤマトヌマエビ&緩い遮光を経て2ヶ月後の状態がこちら。全然綺麗になっていません。というのも、遮光とヤマトヌマエビ大量導入をした後も大して効果は現れず、ずっとコケがはびこっていたんですよね。それもあってモチベが上がっていなかったのか、なぜか2ヶ月間の間の動画データがなかったため、いろいろすっ飛ばして2ヶ月後の状態になりました。本当はそれから数日後の映像も撮っていたのかもしれないんですけど、最近動画データの整理をした時に誤って別のファイルに入れてしまったのかもしれません。とりあえず少し探したんですがなかったので、申し訳ありませんが2ヶ月という完全に結果が出た状態の映像からお見せします。ご覧のようにショートヘアグラスにこびりついている苔はなくならないどころか、苔に侵食されて元気がなくなってしまい、茶色に枯れている葉まで出てくる始末。こうなってくると苔の駆逐はさらに難しく、弱った水草を糧にさらに苔が幅を利かせることになります。本当はヤマトヌマエビをあのまま大量に入れ続けて様子を見ようとも思ったんですけど、さすがにあの数を長期間入れ続けるのには抵抗があったので、ある程度のところで大量のヤマトたちには引っ越してもらいました。そのせいで苔の侵食が抑えられなかったのもあると思うんですが、あれだけ大量に入れて駆逐できなかったということは、あのままの数入れてもほとんど同じ結果だったでしょうからね。というか、それよりも皆さんが気になっているところがあるのではないでしょうか。先ほどまであえて触れていなかったんですが、皆さんもずっと疑問に感じていると思います。エリオカウロンソーシャルフェザーダスターがスカスカになっていることに。2ヶ月前の映像ではこの水槽すべてを飲み込まんとばかりに生い茂っていたソーシャルフェザーダスターなんですが、このわずかな期間の間に悲しい状態になってしまいました。それもそのはず、ショートヘアグラスと同様、苔に侵食されてどんどん元気がなくなっていき、そこにプラスしてヤマトヌマエビが元気のない葉を丁寧に取り除いてくれたおかげで、このようにすっきりとした状態にまでなったんです。まあ、あのショートヘアグラスがこれだけ元気がなくなっているんだから、ソーシャルフェザーダスターもこうなるのは必然みたいなところはあります。正直そこを気にしているような段階ではなかったというのもあるんですが、改めてビフォーアフターを見ると衝撃的ですね。リアルタイムでは緩やかに変化していったので、こうやっていきなり2ヶ月後の状態をバンと出されると、どれだけ水草たちが弱っていたのかがよくわかります。そもそもこのソーシャルフェザーダスターが荒ぶることによって、ショートヘアグラスが影になっていたという弊害もあったため、勝手に間引かれたのは悪いことではないんですけど、こうなってくるともはや存在意義はないに等しいですね。
先ほどまでの青々とした歯はどこへ行ったのか。ショートヘアグラスと同じ感じで色あせており、ここから復活するのはこの水槽内では難しいと思います。まさか大和沼エビを大量導入して苔はそのままなのに水草たちだけ消えていくとは思ってもいませんでした。基本的に大和沼エビはしっかりと仕事をしてくれるので期待していたんですが、この環境は大和にとってもベリーハードだったようです。というわけでいかがだったでしょうか。まさかあの大和沼エビでさえ太刀打ちができない状況になっていたとは衝撃でした。あれだけの数を入れるのは自分でもあまりしないことなので、きっとやってくれると思ってたんですけどね。自分の家にいる大和を総動員したレベルだったのもあり、過剰に期待しすぎていたのかもしれません。とりあえずこうなってしまっては環境を変えるか抜本的な改善が必要になってくると思うので、頑張って立て直せるようにしていければと思います。直近の課題に関しては苔問題なので、後から水草の状態が上がらないことには着手します。なんだかんだ前回お見せした苔がはびこる前の水系がこの水槽の完成タイミングだったのかもしれませんね。そんな感じで大和沼エビを入れたら苔はそのままに水草だけ消失してしまったという怪奇現象動画でした。続きが気になる方は続報をお待ちください。というわけで今回はここまで。